最後にバレるなんて。きっと別な方法があるはずです。取り戻すまで協力するので頑張りましょう。そうですわね、ネプギアちゃんがいてくれるんですもの。きっとなんとかなるはずですわ。ですが裏を返せば、リーンボックスを取り戻せば、ネプギアちゃんはプラネテューヌに帰ってしまう。ならいっそのことずっとこのままでもいいんじゃ。あのベールさん、今不穏なことをつぶやきませんでしたか？空耳ではなくて、ここのところ働き詰めでしたから、ネプギアちゃんは疲れているんですのよ。そうかな、絶対空耳じゃなかったと思うんですけど。私の通信端末ですわ。あら、 S 社からメールだなんて珍しいこともあるんですもんね。いつもは通話ですもんね。なんて内容ですか？ S 社を止めてください、 E 社と書かれていますわ。 S 社さんからのメールなのに E 社さんからなんですか？けど E 社さんって、確か先ほど S 社がその名前をつぶやいていましたわ。また来ましたわ。 S 社は100万匹のランブタを連れて黄金の頂に来ている。時間がない。何者なんでしょうか？わかりませんわ。ただ S 社の端末を使っているということは彼女に近い人物のはずですわ。心当たりはあるんですか？いいえ、ありませんわ。会う時はいつも S 社一人でしたし。でも考えていても仕方ありませんわ。急いで S 社を探しましょう。でもこの黄金の頂って何だろう？いいえ、そんな名前の場所なんて私が治めていた頃のリーンボックスにはありませんわ。ですが一つだけ、ゴールドサード S 社がこの国を治めるようになってから、それって、私の予想が正しければゲーム業界に現れた4本の黄金の塔、それに違いありませんわ。ちゃん、本当にやるの？当然だ。その決意に揺るぎはないのね？なあ、罪って許されるのか？どうしたんだ急に。いや、何でもない。お前たちの方はどうなんだ？やめるなら引き止めはしない。もうどうしてそうつれないこと言うのよ。そうだぞ、オイラたちはすでに共犯にして一心同体。筋肉かどうかはさておき、ここで降りるなんてしないわ。そうか、すまないな。ゲームセンターか。これが黄金の頂。大きい。初めて間近で見ましたけど、本当に金ピカなんですのね。やっぱり素材は金なのでしょうか？どうなんでしょう。私、本物の金ってオーディオ用のケーブルの素材でしか見たことなくて。では早速参りましょう。何を企んでいるのか分かりませんが、それがリーンボックスに害となるものなら止めるのが女神としての役目ですわ。普通の塔ではないと思っていましたが、まさか内部がこんな風になっているなんて。 S 社、ま
待ってください、ペールさん。様子というか雰囲気が変です。確かに言われてみれば変ですわね。あなたは何者なんですの？S社さんなんですか？いいえ。あ、喋った。じゃああなたは誰なんで、あれ、どうして答えてくれないんでしょうか？これは、あれ、あなたは私たちを待っていたんですわね。はい。あ、喋った。あなたは私たちの味方ですの？はい。なら次の質問ですわ。この、はい、やっぱりですわ。おそらく彼女ははいかいいえしか答えることができないんですわ。あ、だからはいともいいえとも答えられない私の質問には答えなかったんですね。はい。あ、やっと私の質問にも答えてくれました。はい。ところで、あなたは何者ですの？みっ答えられるはずないですわよね。となると、そうですわね、もしかしてあなたがイーシャですの？はい。やっぱり。でもその姿は、メール、あの体にはエスーシャと私の2つの魂が入っているのです。どちらか片方しか表には出られず、普段はエスーシャが表に出ていますが、この塔の中では一時的ですが、精神体として外に具現化することができるのです。だそうですわ。なんでメールなんですか？人前で喋るのが苦手で申し訳ありません。まさかいかにもラストダンジョンな場所で出会ったキーマンがこんな理由で無口だったなんて。ベールさんの部屋にあった手紙の差出人って、もしかしてイーシャさんですか？その通りです。あの時はエスーシャが眠っている隙に私が表に出て手紙を出させていただきました。携帯端末が使えればよかったのですが、エスーシャにバレる恐れがあったので、私にできるのはあなたたちをエスーシャの元へ導くだけ。儀式開始まで時間がありません。消えた、何だったんでしょうか？わかりませんわ。ですが今は急いでエスーシャの元へ向かいましょう。